はいどうも、がっくんチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今映ってる水槽ではですね、グッピーを飼育してるんですけども、で少し前にですね、子供が生まれまして、でグッピーはですね、生まれたばかりの子供っていうのは他の魚に食べられる危険性がありますし、またですね、産んだ親ですらですね、すぐに食べてしまうってことがよくあるんですよ。まあなので、今映ってるこれサテライトっていうんですけども、こういったサテライトだとか、あとは産卵ケースとか産卵ネットっていうのがあって、まあ、そういうのでですね、一時的に隔離して、まあ、ある程度まで大きくなってからこういった、まあ、メインの水槽に移すってことをするんですけども、で今僕が使ってるこのサテライトっていうのは水槽の外にこうやって設置するものなんですけども、まあ、すごく使い勝手がいいんですけども、ちょっとですね、1点欠点というか弱点があったので、そこをですね、今回ご紹介していこうと思います。でまずざっくりではあるんですけども、サテライトの仕組みから少し説明します。まあ、サテライトというのはエアーポンプを利用して、まあ、エアーを送って、今こうやって見えてるようにこうブクブクですね、エアーリフト方式で空気と一緒に水を押し上げて、でこのサテライトの中に水を入れて、それでですね、それでここですね、ここから水を水槽内にこう出すといった仕組みになってるんですけども、で今使ってるサテライトはというと、こちらの須藤さんのサテライトを使ってます。でこの画像にあるようにですね、こう仕切りがここにあって、でこっちに親が入れてあって、で産んだ子供がこの仕切りを通って下に行くっていう感じになるんですね。で、産み終わったらこの親をピッとこっち側のメインの水槽に戻して、でこの仕切りを外して、まあ、広々としたところで、まあ、飼育するっていうような感じが今のこの状態になるんですけども、ちょっとですね、見てもらいたいのがですね、この部分ですね、この水を出すところですね。で画像にもあるんですけども、排出スリットプレートって言って、これが2種類入ってるんですけども、まあ、こんな感じのプラスチックのプレートが入ってて、これがこの排出口のところにこうピタッてセットするような感じでなってるんですけども、この穴からですね、生まれたばかりの小さい稚魚だったらこう通り抜けて水槽の中に入ってしまうんですね。で最初20匹ぐらいいたのに、ある時見たら、そうですね、ほんと半分ぐらいまで減ってて、あれ?と思って水槽の中確認すると、やっぱりですね、小さい子供が水槽内で動いてるのあったので、あ、やっぱりこれ逃げてんだなと思ってこう確認してみると、ここ普通に生まれたばかりではあるんですけども、小さいうちはですね、普通にすり抜けちゃうんですよ。でグッピーの子供ってある程度大きいサイズで生まれてくるんですけども、まあ、それでもですね、すり抜けてしまいますので、例えばですね、メダカの張り子とかだったら簡単にもう抜けちゃいますね。でそう思ってるうちにこうゴミが詰まってきて、こうゴミが詰まってくるといい感じでこれがですね、すり抜け防止みたくなってくれるんですけども、あまりにもゴミが詰まりすぎると今度はですね、水の通りが悪くなって水位が上がってくるんですよ。まあ、そうするとですね、今度はここから稚魚が流れていってしまうんですよ、ザーって。で調べてみると、実はですね、もうすでに専用のスリットというのが販売されていて、こちらですね、で価格はですね、500円少しだったと思うんですけども、でこういったグッピーの子供を育てるときとか、あとは小さい、まあ、張り子とか、まあ、稚魚を育てる場合というのは、これもセットで買った方が絶対いいですね。で、ですね、サテライトの利用方法っていうのは本当様々で、例えば、まあ、弱ってる魚を隔離したりとか、あとはビーシュリンプの飼育とか、まあ、いろいろ書かれてるんですけども、まあ、いろんな使用用途があるので、大きい魚を入れる分にはですね、標準のこのスリットで十分なんですけども、まあ、小さい魚、特に稚魚ですね、本当すり抜けるようなサイズの場合は、まあ、先ほどの、まあ、こういった商品もですね、同時に買った方がですね、後々稚魚がいなくなって焦ってしまうってこともないと思うので、いいかと思います。まあ、せっかくこういうものを使って稚魚を育てるわけですから、まあ、こうやって脱走してしまって、そういった事故を防ぐためにはですね、まあ、そういった出費も仕方ないかなとは思います。まあ、それか自分でですね、このスリットの部分になんか目の細かいネットとかをこう巻いたりしてはめてみるのもいいかもしれないですね。ただですね、通水性が悪くなると水位が高くなって
ここから出てってしまうのでこれだけは注意ですね。まあそんな感じでですね、サテライトの、まあ、弱点というか、まあ、問題点について話をしてみました。まあこれからこちらのサテライトを使用される方の参考になればと思います。といった感じで今回の動画は、ここまでになります。もしよろしければ高評価そしてチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。あとツイッターもやってますのでお気軽にフォローしてください。よろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。